エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT DAO DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組はソラナとイーサリアムのためのオールインワン暗号資産ウォレットバックパックの提供でお届けします。現当社新しい経済編集長のしだれゆうすけです。ソラナスーパーチームジャパンの大木久志です。エクソダスエピソード70始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大木さん、この1週間はビットコインはじめ暗号資産市場結構厳しい1週間だったかなと思います。そうですね、はい、早速ちょっとマーケットの方から振り返っていこうと思います。はい、それではビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め7月1日月曜日の始値が1,102,492円、そして7月7日日曜日の終わり値が898,1998円ということで 11.09% の下落という形になりました。高値としては1030万円ぐらいまで行ったんですけど、最安値としては860万台まで落ちるというところがあって、大幅に週頭と週割でも下落した1週間かなというところです。ドルベースでいくと7月1日月曜日の始め値が 62,669 ドル、そして7月7日日曜日の終わり値が 55,854 ドルということで、ドルベースでは 10.87% の下落というような形になっております。結構そのマイナーので安値としては 53,000 ドルぐらいまで下がっていて、結構いろんな調査ではマイナーの損益分岐迫ってんじゃないかというところで、非常にそういうところも警戒されてるかなというところです。続いてイーサリアムの数字もお伝えします。イーサリアムのイーサ、先週の週始め7月1日月曜日の始め値が 553,086 円、7月7日日曜日の終わり値が 471,001 円ということで、イーサは 14.84% ダウン。ドルベースで言うと7月1日月曜日が3,432 ドル、そして7月7日の日曜日の終わり値が2,930 ドルということで、こちら 14.61% ダウンというような状況で、イーサもさらに厳しいかなという状況でございます。まあイーサに関してはとはいえ現物 ETF 控えているので、その状況の中でこう下がってるというところで、まあちょっとこの数字どう見るかなっていうところはあるかなとは思っております。で、今週の大きな下落の要因としてはですね、前回からお伝えしてますが、マウントゴックスがですね、の弁済がですね、実際まあ始まってですね、僕の知り合いとかでも、あ、戻ってきたみたいなですね、人を言ってる人も出てきてますね。弁済が実際始まったことだったり、あと、これも先週から伝えてますけれども、ドイツ政府の押収したビットコインがいろんなところに送られていて、まあ、売り圧になってるんじゃないか。またアメリカ政府のものも一部そういうデータが出てきていて、まあ、いわゆるマウントゴックス弁済者、そしてドイツ政府、アメリカ政府という、まあ、大きな大口がですね、実際売っている、もしくはその売ることに対する不安感というところで、大きく1週間値段を暗号資産市場落としたかなというところでございます。ただアメリカのビットコイン現物 ETF に関してはずっと、フローとして悪かったというとそうでもなくて、先週のうちですといくつかはいわゆる流入の方が増えるような動きをしてましたので、そこら辺が値段下支えしているのかなというところでもあります。7月1日からそのネットフローを振り返ると、7月1日が 129.5 ミリオンドルの流入、そして7月2日は流出になってますが 13.7 ミリオンドルの流出、7月3日が 20.5 ミリオンドルの流出で、7月5日が 163.1 ミリオンドルの流入というような形で、やや流入も増えているような状況もあるので、ここら辺が価格下支えしているのかなと思っております。暗号資産全体の時価総額も続いてお伝えしていきます。7月8日時点での時価総額は337兆6051億円ということで、1週間前7月1日が395兆円ぐらいありましたので、こちらも 15% 弱ぐらい下落しているような状況です。時価総額ここまで下がったのはですね、2月末から今年の2月末から3月上旬ぐらいのところでこのぐらいの数字でしたので、ちょっとそこまで下がってきたかなというところでございます。また暗号資産のドミナンスです。暗号資産のドミナンスも紹介します。主要な暗号資産です。ビットコインが7月1日のドミナンス 49.9% から7月7日が 49.51% でした。イーサが 17.03 から 15.98、 USDT が 4.64 から 4.9
3.99、BNB が 3.66 から 3.47、ソラナが 2.76 から 2.84、XRP が 1.1 から 1.07、同時が 0.76 から 0.7、ADA が 0.57 から 0.55、その他のトークンが 19.58 から 20.89 ということで、ややあると増えたかなという1週間、週始め週終わりだったんですが、今日ですね、7月8日の数字見るとビットコインのドミナンスが 52% まで伸びておりますね。で、アルトの方が減ってるというような形で、ややちょっとドミナンスの変化も、あるかなというところでした。続いて、ビットコインの投資家心理を表します恐怖強欲指数です。こちらですね、多分このエクサーズ始まって以来最低の水準になってるかなというところで、週の前半は比較的中立、まあそれでも低いですけれども、7月1日53の中立、7月2日が51の中立、7月3日が50の中立だったんですけど、木曜日7月4日からですね44の恐怖、7月5日金曜日は29の恐怖、7月6日土曜日が26の恐怖、7月7日が29の恐怖ということで、非常に恐怖の指数が強い1週間後半にかけて、まあ値段と合わせて投資家心理も冷え込んでるというような状況が見て取れます。続いてグラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのインフローですが、まあインフローに関してはやや伸びたかなというぐらいで、それほどこの数週間で大きな変化はありませんでした。7月1日のインフローが 25,604BTC、 そして週終わり7月7日が 14,007BTC というような状況で、一番インフロー高かったのが5日の金曜日で 49,877BTC ということで、やや伸びたというようなところでございます。で、数字がちょっと顕著に出てるのが、続いてグラスノードの取引所が持ってるビットコインの残高ですが、この1週間もまた増加しました。ここですね、結構数ヶ月というかもうずっと下落してたんですが、この 1,2 週間でビットコインの残高、取引所が持つビットコインの量が増えているという状況があります。7月1日のビットコインの残高が 296,675BTC だったんですけど、週終わり7月7日には 297,5377BTC ということで、まあ価格下落に合わせてビットコインの残高も増加してる。まあちょっと売りに出てるのかなと。売るために取引所に量が増えてってるのかなと見て取れる数字だったかなという状況でございます。ということで、まあこの1週間結構その先ほど申し上げた大口の売り、もしくはそれに対するまあ恐れみたいなもので非常に厳しい相場だったかなと、その他あるともどうかなと見てみたんですけど、ほぼほぼ伸びてるもんないかなというような状況でございました。大内さんの方で何か補足とかございますでしょうか。はい、そうですね、まあ個人的にはですけど、長期的にはビットコインに関してはあんま心配はしていなくて、はいはい、まあ、やっぱりポイントはビットコインの供給量は限定的だっていうところで、うん、うん、まあ誰かがまた買うっていうね、うんそうね。いうところかなと。はいはい。あ、個人的な意見ですよ。個人的な、はい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 、希望も入ってますけど、うんうん、はい。日本のメタプラネット社とかも、はい、またビットコインを数億円買うと発表、まあ、買ったのかなって発表していたり。10億買うっていう発表が今週のニュースにありましたね。10億ですね。で、今日収録7月8日にしてますけど、今日4億それで買ったっていうのが出てましたね。4億円分ぐらい。うん。とか、まあ、あとは、ね、マイケル・セーラーも、なんかこう、反応してたんで、1ビットコインは1ビットコインだよ、みたいな。マイケル・セーラーってあれですね、いつも会社名忘れちゃうんだけど。マイクロストラテジー、ね。あ、マイクロストラテジー。はいはい、ビットコインたくさん買ってるとですね。はい、買ってる。世界一買ってる会社ですね。はい。誰かが買うっていうことなので、なんかむしろ、安く買える時期が、セール。はい。出るんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、僕個人的には。まあ僕も個人的見解ですけど、その感覚は、まあ1000万超えてたわけで、それが今900万円、まあ800万円台まで落ちたわけじゃないですか、一時的に、この1週間、一時期。うん。うん。まあそう捉える人も多いんだろうなっていう気も。まあそれはビットコイン信じてる人とかにとっては。うん。なんかどちらかというと、まあマウントゴックスとか、まあ、ドイツ政府ですかとかの売りの懸念というより、今ビットコインを買う資金がない自分に対する懸念が大きいです。わかる、わかる。あ、それわかるわ。なんでだろうっていう。やっぱりとはいえ、古くからいる人は結構昔のビットコインの値段相場感があるから、下がった、やったっていう感じまで下がってないもんね。あ、そうですね。あ、そうです、ね。そう、なんかね、うん。そうなんですよ。まあ、とはいえ、今のは僕の、はいはいはい、個人的な希望的な話なんですが、プロのかな、ね、
あそうよ。短期で、特に、はい、短期分析だと思うんですけど、その、はい、プロの、その我々もね、いろいろと、ライブ配信を一緒にしているヒロピーさん。ヒロピーさん。CXR の、はい。はい、CXR のヒロピーさん。うん、この夏は、さらに6000から9000億円の売りを予想と。うん。下値は、切り下げは、致し方なしかっていう。なるほど。これ、はい、七夕の3時ぐらいに書いた記事ですね。はいはい。ブログ記事みたいなのが上がってますね。ブログ記事ですね。リンク貼っときましょう、はい、これ。はい。リンク貼りましょう、はい。はい。皆さん読んでください。なので、うん、まあ、要は、マウントゴックスの返済を一つの空材料ですね。で、もう一つが、ドイツ政府の送金。で、政府の持ち玉があと4万 BTC、3600億円相当があると。はいはい。で、マウントゴックスの方は、1500から4500円程度、全体の10から30%が換金されると想定してってことだと思いますけど、ね。なるほど。弁済されたうちの 10% から3割ぐらいが、まあ、うんね、売られるんじゃないかと。うん、はい。で、これに加えて、米国の資金流入も当面期待できないだろうということもあり、さらにその米国での売り越しも1000から2000億円予想しており、全部足して6000から9000億円の売りっていう。なるほど。感じですね。この3つの材料で、ドイツ、マウントゴックス弁済者の一部、うん、はい。米国。米国、うん。なので、この夏、まあ夏とは多分その7、8、9月ですね。はい。なんで、結構厳しい時期が続くんじゃないかなという見方をしてますね。なるほど。はい、なんですけど、まあこれは、はい、その通りなのかもしれないんですけど、ここでまあさっきの話を言うと、いかに変えるかっていうところなのか。また思っちゃいますけどねっていう。まあ長期的にビットコインを信じたらそう思うのかなという気はしました。うんうんうん、そうですね。ヒロピさんの分析ではこの9月まで結構厳しそうだという形ではあるものの、うん、ただまあ、ヒロピさんもそれは分かってると思うんですけど、とはいえこれらの売りっていうのもなんか全体に関すると、うん、まあマウントコックスなんかで言ってもね、そんなにその大きく影響ないんじゃないかみたいな見解もあるしね、うん、むしろこういった懸念で売られてるっていうところもあると思うので、そうそうそう、なんか要は、うん、ビットコインのアドレスからビットコインが動くときって必ずしも売りじゃないじゃないですか。そうですね。単なる移動かもしれないし、だからやや価格が敏感に反応しすぎてるような気もしなくはない。そうですよ、ね、とは思いますけどね。ただまあ、どう捉えるか。あとまあ、これらの雰囲気を変える状況としては、まあ、米国経済なんかも一個ありますし、これからの。で、あとは、やっぱイーサの ETF みたいなところと、そこからアルトにどうつながるかみたいな話、みたいなところも、まあ、7月中じゃないかと言われてるイベントではあるので、はいはいはい。ただ確かにこの一週間だけ見ると結構冷え込んでるよねっていう。でも確かに沖さんの言うように今どこまで やれるかっていうのはあるかもしれない。後でまた後悔するやつかもしれないし。そうなんですよね。まだ早いかもしれないですよね、手をつけるには。うん、まあ、これが難しいところではありますが。そうですね。というところで皆さんこう悩ましいタイミングではありますけれど。そうですね。うん、7月は荒れそうっていう話をしてましたけど、本当にそうなってきましたね。うん、本当にそうなってきましたね。うん。まあ、ただこれらを経て、またトランプどうなるみたいな話もあるので、11月。そうですね。なんかバイデンは続投するんです。続投っておかしいか。出馬するんです。続投は続投。まあ、一応今のところ続投。出馬は、出馬するんですね。今のところする。今のところするってことですよね。ただなんか僕もそのアメリカ政治の報道とかいろいろ見てると、いろんな見解があって、その、おじさんが言ってた、やるとしたら党大会の時にやっぱり言うんじゃないかみたいな。やめるにしても。はいはいはい、みたいな分析してる人もいます。今言うよりも、そうすると結構混乱を来たすのかな。あと、けど今、そっか、なるね。うん。じゃあその、誰に、だから大木さんが言ってたその票がどうすんだみたいなことになるので、はいはい。みたいな。デリゲートが決めていいんですよね。そう。だから、面白いですよね。やるとしたら、もしかしたら今、内々では分かんないですよ。退くってなってるかもしれないけど、党大会に言うんじゃないかみたいなことを言ってる政治評論家の人いましたけどね。党大会 その当日ってことですね。当日なのか、まあ、うん。まあ、ちょっと僕もアメリカ政治詳しくないんで、その心はあんまり分かんなかったんですけど、ああ、そういうのもあんのかな、みたいな。うん、明らかに報道の基調としてはでも大丈夫かっていうやっぱりもうものが多いですからね。まあそうですよね。そう思いますね。ちょっとまあそこら辺もいろんな不確定要素はあるんですけれども、うんうん、ただちょっとボラティリティが僕もいろいろ遠く見ててもなんか高くなってきたかなっていう気はするので、ね、そうですね。皆さんも相場の方ちょっといろいろチェックしてみて、うんうん、はい思います。はい、チェックしてみていただいて、はい、はい、またエクサーズも参考にしていただければと思いますが、ぜひ。いつ落ちるナイフを拾うかみたいな話なのかもしれないです。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組はソラナとイーサリアムのためのオールインワン暗号資産ウォレットバックパックの提供でお送りしています。バックパックは業界をリードする強固なセキュリティと初心者でも使いやすい UI を備えた Web3 ウォレットです。
ソラナの人気 NFT コレクション、マッドラッツのクリエイターとしても知られるチームがデザインした、最も先進的な次世代 NFT ウォレットでもあります。バックパックは iPhone、Android、デスクトップブラウザ版でダウンロードが可能です。ぜひ最先端のウォレットをスマホや PC で体験してみてください。バックパックのウォレットダウンロードのリンクなどですね、その他各種日本語訳のニュースレターなどですね、この番組概要欄にリンク貼っておりますので、皆さんぜひチェックいただければと思います。それでは続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではこの1週間にあった主要なニュースをまずヘッドライン形式でお伝えします。その後気になったものを僕と大木さんの方でディスカッションしていこうと思います。それではこの1週間にあったニュースはこちらです。マウントゴックス、債権者への弁済をビットコインとビットコインキャッシュで実施。ドイツ政府機関が84億円相当のビットコインを複数取引所に送金、売り圧の懸念も。トロン創設者のジャスティンさん、ドイツ政府機関保有のビットコイン約3億7000億円分を購入する意向を示す。米連邦地裁が暗号資産は証券でないと判決。BNB の二次販売の証券正当も却下。バイナンスが発表。コインベースとリップル社が対 SEC 裁判で新たな裁判資料提出。BNB の証券正却下の判断を引用で。米連邦保安局、コインベースに暗号資産カストディ委託。米最高裁がシェブロン法リム効果、政府の規制権限を制限で暗号資産業界には追い風か。経営破綻のシルバーゲート銀行、コンプライアンス違反について規制当局と和解。米財務省、暗号資産税の新たな申告ルール最終決定。ロビンフット、米国と欧州で暗号資産先物の提供を検討か。マルチコインキャピタル、暗号資産を支持する政治活動委員会に最大100万ドル相当のソラナを寄付すると表明。暗号資産投資サービス提供のアブラ、財務管理ソリューション提供開始、企業やファミリーオフィス向けに。コンセンシスがウォレットガード買収、メタマスクのセキュリティ強化に向け。ビットワイズがイーサリアム現物 ETF の S1 申請書の修正版を提出。米国有権者4分の1がイーサリアム現物 ETF が承認された場合、投資に関心ありとグレースケールがリサーチ。ビットメックス、ミームコイントップ10を追跡するミームバスケットインディックスの永久先物提供へ。米サークルが EU で USDC と EURC 発行可能に。パクソス、シンガポールでステーブルコイン立ち上げの承認を受ける BDS 銀行とも連携。南アフリカで暗号資産サービスプロバイダーが63件追加承認、合計承認数は138件に。韓国のアップビットでジュピターが上場。ユニスワップウォレットがオンランプサービス提供開始、トランザックと提携で。ワームホールがワールドコインのワールド ID をソラナに統合、クロスチェーン ID 検証を可能に。アーベの独自ステーブルコイン GO がアービトラムでローンチ、チェーンリンク CCIP 活用で。ソラナ上の GPU トークン化プロトコル開発のコンピュートラボ300万ドルの資金調達。ワールドコイン開発のツールフォーヒューマニティ、元 Google や Apple X の幹部を採用。フレアがレイヤーゼロの V2 に接続を発表。テレグラム上のタップトゥーンアンゲームハムスターコンバットが3ヶ月で2億円超えるユーザーを集める。トンでトークンの発行やエアドロップも予定。続いて日本のニュース、そして日本関連のニュースも発表していきます。 IVS クリプト京都が7月4日から6日京都で開催。ダブルジャンプ東京がユビソフトと戦略的提携。チャンピオンズタクティクス、グリモリアクロニクルズがオアシスレイヤー2ホームバースを採用。アスターネットワークのアスターの供給量 5% がバーンへ提案可決で。オアシスがセルラーと提携で USDC のネイティブ対応へ。ネイピアファイナンスがローンチ、1日で TVL が500万ドルに。メタプラネットが10億円分のビットコインを追加購入。で、これが7月1日のニュースなんですけど、7月8日に4億円相当のビットコインを追加購入したということで、メタプラネットの今の購入総額が20億5000万円で、保有数は203,734BTC になります。はい、続けます。バイナンス、ネム上場廃止へ。プレイシンク、ポイントをトークンに転換するロイヤリティプログラム、ニューロ発表。京都大学研究グループ、ブロックチェーンのトリレンマを表現する数式を発見。バイナンスジャパンにアプトスが上場へ。財富ステーキングサービスにシンボルが追加へ。
ソラナスーパーチームジャパンが8月にスーパー東京開催、1日間のカンファレンスと1週間のソラナビレッジを開催。はい、大木さん、ということでこの1週間、まあ大きかったニュースとしては先ほど前半でも話した通り、マウントゴックス系だったりドイツ政府系の話でしたが、一つまあジャスティンさんがいわゆるそのドイツ政府が持ってる刑事警察庁の持ってる押収したビットコインを OTC で購入する意向を7月4日に示してました。なるほど。なんかそう、ジャスティンさんにも持ってほしくないっていう。でもどうなんだろう、ジャスティンだと売らないんじゃないかなみたいな。うん。要は一応三氏は、要はそれでそのドイツ政府系のウォレットからどんどん送られてるというところがありますよね。はいはいはい、うん、あのコインベース、ビットスタンプ、クラーケンに送金しているみたいな状況を受けて、うん、まあ三氏は市場への影響を最小限に抑えるため、すべてのビットコインを市場外で購入するためにドイツ政府と交渉するつもりですと X で表明したと。うんうんうん、ただまあまあまあこういうアピールかなっていう気もしますけれども。そうですね。はい、うん。まあちょっとここら辺が、まあ欧州系のビットコインの話ですよね。こういうのってアメリカ政府も持ってるし、まあちょっと意外とニュースになって価格に影響があるんだなっていうのも、まあ今回改めて。そうですね。まあこれまでもね、いろいろありましたけど、アメリカ政府が動かしたとかで。うん。うん、なんかね、まあちょっとそれの補足ニュースが一個ありました。うんうんうん。で、もう一個、まあ、アメリカで、結構これは面白かったのが、コロンビア特別連邦地方裁判所が、SEC による暗号資産が証券であるという主張を、まあ、却下したというようなことがバイナンスより発表されてます。で、裁判所はその他にも、暗号資産取引所による BNB ですね、ビルド&ビルドの流通市場での販売、二次販売が証券取引に分類されていること、そして、米ドルステーブルコインのバイナンス USD、BUSD ですね、懐かしい。うんが投資契約に分類されるといった SEC の主張も却下したということですね。うんうんうん、で、もう一個それヘッドラインでお伝えしたニュースありましたけれども、それを受け実際コインベースとリップル社が対 SEC と言ってる裁判でこの証券性の却下の判断を引用して裁判資料を提出しているというような状況があります。うん、なので、まあ、その後またコインベースなんか、確かちょっとヘッドラインに入れてないですけれども、ゲンスラーのその証券性判断にメール出せとかですね、いろいろ攻撃を仕掛けてるような状況ですけれども、なんとなくですね、まあ、この暗号資産商品なのか、コモディティなのか、セキュリティ証券なのかっていうところが、まあ、アメリカでずっと言われていたところはありますけど、今回の判決なんかは、まあ、それがまあ、今までビットコインとか、今までイーサとかそういうものに焦点向けられて、その他のコインはまだふわっとしてたところなんですけれども、こういうような判決が出たということとは、まあ、業界にとってはポジティブじゃないかなというようなところです。まあ、これがなんか全てを決めるというわけなんですけど、まあ、一つの判例として、まあ、今後、米国規制にもつながるのかなっていうところではあるかなというところです。あともう一つ、まあ、グローバルなニュース。まあ、今週あれですね、大木さん、あんまりちょっとその大きなニュース、そのマウントゴックスとドイツ以外、大きなニュースなかったんですけど、うん、そうですね。まあ、さっきも言った通り、イーサリアム現物 ETF はアメリカでいつから始まるのよというのが非常に注目されてるのはあるかなと思っていて、ビットワイズが、修正、S1 の修正を7月3日に出したということが報じられてると。うん、で、ブルームバーグの有名なアナリストですね、ジェームスが、今週いっぱい他の発行体からの続報を期待していると。現時点では、来週後半か15日の週に上場する可能性があるみたいなことを言ってるみたいです。はじめ7月8日ぐらいまでと言われてたんですが、またちょっと後ろに倒れてる。今7月8日に収録してますけれども、まあ今月中あるのかというところは引き続き注目ですし、なんかちょっと面白かったニュースはそれに付随してですね、グレースケールがリサーチ結果を出してるんですけれども、イーサリアム現物 ETF が承認された場合、まあ有権者にこれアンケートを取ってるんですね。2000人弱だったと思いますね。アメリカの有権者1768人の成人を対象に行った調査、4月30日から5月2日前の調査で、実際承認されればイーサリアム投資に興味があるかという質問に対して、まあ有権者の4分の1が投資に関心あるというように答えてたというようなところがありました。うん、で、ちなみに、ほぼ回答者の半数が、まあ、47% がポートフォリオの一部に暗号資産を含めることを想定してるみたいな。うん、ということで、去年末の似たような調査だと、それが数パーセントだったので、かなりその米国の暗号資産に対する期待みたいなのは高まってんじゃないかな、みたいなことが
捉えられるかなというニュースでしたが、まあ、やっぱりイーサー現物 ETF の関心というのがやっぱりあるのか、25% が興味持ってると、投資にというところがあるので、まあ、このあたりがいつ出るのか。で、これが承認されれば、まあ、イーサー伸びるんじゃないかみたいな予測も結構あるので、今月はそこちょっと注目ポイントなのかなというところです。で、大木さん、続いてなんですけど、今日、はい、この収録7月8日やってますけど、はい、大木さんから大きな発表がニュースありましたね。あ、そうなんですよ、はい。スーパーチームジャパンがですね、8月にスーパー東京を開催することを発表しました。スーパー東京。はい、いいっすね。いい名前ですね。スーパー東京。そうなんですよ。うん、これみんなで考えて決めた。超東京。スーパー東京。はい、いいっすね。あ、超東京っす。超東京ね。肝心すると超東京ですよね。超東京っすね。はい。これはなんか今、僕も速報でこれ教えてもらったんですけれども。はい。8月17から27日前の10日間。はい。これ何をするイベントなんですか、ちなみに。そうですね。1日間のカンファレンスと、1週間のソラナビレッジっていうワークショップですね。ほう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 。はい。で、まあ、週末も挟んで10日間やるっていう感じですね。で、カンファレンスの方がですね、行ったことある方もいらっしゃると思いますけど、渋谷のパルコのドラゴンゲートブリッジっていう。はい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 。デジタルガレージさんの。はい、はい、デジタルガレージさんが持ってらっしゃる。あそこいいっすよね。イベント、大きなカンファレンススペースですね。うん、はい。はい。景色もいい。18階。うん。渋谷を一望しながら、空の色に染まる。いいですね。一日です。なるほど。で、テーマが私の空の初体験、マイファーストソラナエクスペリエンスでして、うん、そうですね、登録は1000人ぐらい目指したいので、普段ソラナにあんまり関わってない方にもたくさん来てほしいという、マス向けのカンファレンスになります。うんうんうん、これが8月18日の日曜日に、はい、渋谷であると。そうなんです。うんうん、これはだからあれですか、いろんな人が来て話すみたいなやつですか。そうですね。続々といい感じのスピーカーの方に参加承諾をいただいていて。なるほど。まあ、例えば、ソラナファウンデーションの、人間ですとか、スポンサーのね、バックパック。はいはいはい。もしかしたら、バックパックから2人登壇。この間話してもらったアルマーニーですね、CEO。アルマーニー。はいはいはい。はい。で、同じくコーファウンダーのトリスタン。トリスタン。にも出てもらえるんじゃないかなっていうふうに。なるほど。ちょっと思ってます。結構海外からも来る感じ。海外からも来ますし、スピーカーも来ますし、うん、スポンサーパートナーも来ますし、参加者もたくさん来てほしいです。なるほど。はい。で、そもそもこのスーパー東京はエクソダスのスポンサーのバックパックもパートナーとして協力して、はいはいはい、はいはい、一緒に開催する感じです。なるほど。はい、そうなんですよ。素晴らしい。で、そう、それがまあカンファレンスの方で、で、スタートアップビレッジ、7日間のスタートアップビレッジ、まあワークショップって言いましたけど、はい。こっちの方は、要は、9月にソラナのグローバルハッカソン、はい、これオンライン参加可能なんですが、うん。開催されるんですね。そこで日本人チーム増やしたいんですよ。参加する。なるほど。なるほど、なるほど。で、もちろん入賞してほしいんですよ。うん、うん。世界と戦って勝ってほしいんですね。日本のチームに。うん、はい、はい、はい。で、そのための準備をする1週間なんです、スタートアップビレッジとは。はい、なるほどね。はいはいはい。なんで、まあ最初の方にこの渋谷のね、ドラゴンゲートでバーンってこうイベント、カンファレンスをして、でそこからこうソラナに興味持ってもらった人に参加してもらうでもいいですし、そこからこうその開始の合法があって、でその翌日からスタートアップビレッジが開催して、日本チームの存在感をグローバルで高めるべくワークショップをしていくっていう。なるほどなるほど。はい。感じですね。うんうんうん、で、こっちの方は、そうですね。まあ、これから詳細を発表するんですが、はいはいはい、まあ、渋谷と恵比寿で有名なコーワーキングスペースって言ったら皆さんわかると思うんですが。なるほど。それぞれ。それぞれを使って。はい、出させていただいて、うんうん、まあ、ワークショップをするという感じですね。これはだからそのハッカソンの勝利を目指してっていうことですけど、はい、どんな人を求めてるんですか、これ参加としては。これはですね、エンジニアもそうですし、あと起業家なんですよね。うん、ほうほう。っていうのも、そのソラナのグローバルハッカソン9月に開催されるやつなんですが、これもちろんそのコーディングとかの知識も必要なんですけど、あと大事なのがビジネスアイディアなんですよ。うん、なるほど。ちょっとビジネスコンテストの面もあって。ほう。要は、それがソラナにどう貢献するのかみたいな。ビジネスモデルとしてサステイナブルなのかとか、そういったところを見られるんですよね。うんうんうん、なるほど。はい。あ、じゃあ、ちょっとそのテック寄りだけじゃない感じなの？じゃないんですよ。なんか実用というか、なんかそういう、そうです。要素も強いんですね。そうです。うん。なんで起業家、ビルダー、
両方。両方。はい、両方欲しいです。うんうん、まあもしかしたらね、その場で出会ってチームに組んで、ね、チームになっていただいてもいいと思いますし。なるほど、なるほど。うん。ね、ビルダーでもね、優秀な、ね、イコール優秀な起業家の人もいると思うし。まあそうですね、両方できる人もいるけど。はい、あ、じゃあ仮にですけど、僕みたいな別にプログラムできないよみたいな人でも、アイデアがあれば。あ、いいと思います。ウェルカムってことですよ、ね。いや、めちゃくちゃいいと思います、ね。そう、ビジネスアイデアがなんか、実はソラン使ってこういうことやりたいんだとか。そうです、そうです。そうなんです。いや、これちょっと楽しい。結構急っすね、大きさも。あと1ヶ月ちょいじゃないですか。そうなんですよ。どうしましょう。どうしましょう。ねえ、このイベントラッシュの8月に。いや、そうなんですよ。あ、はい、ちなみにこれは、ね、8月17から27というスケジュールを見ていただいても分かる通り、うんうんうん、WebX に向かって走ってます。はいはい、WebX が28、29なんで、はい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 、WebX でやっぱりね、海外からお客さんも来るし、うん、ってことで、まあそこら辺に向かって、まあ動線、一つの動線になれればなっていう感じではありますね。うん、だから本当に僕の今スケジュール帳を見ると、このソラナ、はい、スーパー東京があり、はい、DAO 東京があり、はい、イーサ東京があり、あ、そうです。WebX があると。そうです、そうです。で、KBW。もう休ませてくださいよ。KBW。休ま、KBW。で、ブレイクポイントっす。ブレイクポイント。あと、トーク2049ね。49もシンガポールで9月にあるし。ちょっとこれもうイベントすごいじゃないですか、8月。その前お盆休みでしょ？お盆休みです。まあ、日本的には。はい、で、まあ、その前で言うと、江戸コンがね、7月末にあるし。うん、いやいや、いろいろ。で、あれですね、B ダッシュさんがやるイベントも7月24日。ああ、そう、ありますよね。うん、ありますね、うん。はい。ブロックチェーンリーダーズサミットかな。うん。いや、すごいっすね、これ。そうなんですよね。IVS 終わったところですが。そうなんですよ。こっから始まりますし、まあまあ、ソラナのこのイベントも、ちょっとカンファレンスさん、これあれですか、それぞれ申し込みとかって、まだ詳細は決まってるんでしょうか。あ、ですね、8月18日のカンファレンスだけ申し込みを開始させていただいております。なるほど。で、まあ、ちょっと急ピッチで作ったので、まあ、いろいろロゴが整ってないところとかあったりするんですけど、はい、とりあえず皆さんに登録を開始してほしくて。はいはいはい。で、まあ、これがメインカンファレンス、8月18日の渋谷のカンファレンスで、このスタートアップビレッジワークショップの方です。はい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 。こちらに関しては別途登録ページを用意します。なるほどなるほど。はい。なんか一応さっき、これあと一応承認制みたいになってるんですけど、はい。先々これは審査されるんですか？まずそのカンファレンスの方は。あ、カンファレンスは審査しないです。なるほど。で、無料。はい、基本的に。あ、定員はあるかもしれないですけど。あ、そうですね。定員はあると思うんですが、まさにイベント業者さんとも話してるんですけど、うん。まあ、消防法っていうんですか？あ、ありますね。そういう人数とかありますよね。そう、そこに関して、さすがにこれ以上入れすぎ、まあそんなに集まっていただければの話ですが、うんうんうん、これ以上入ったらまずいでしょってことになったら、入場制限とかがあるかもしれないですが。なるほど、なるほど。うんうんうん、はい、まあそれはまあ今のところはってことですよね。今のところはっていうか、ある程度人数まではいけそうってことですよね。申し込めば。だし、まあ例えば仮に1000人登録いただいたとしても、うん、1000人同時にですよ、来るわけじゃないじゃないですか。ね、確かに確かに。で、入りもするだろうし、うん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 、なんそこら辺も加味して、まあ、全員登録いただければいけるんじゃないかなとは思う。なるほどなの、締め切るまではってことですね。うん、はい、まあ、すいません、ちょっと大木さんがさっきこれ多分公開したところなんで、はい、まだ決まってないことも多いかもしれないですけど。はい。これ実は予算が、ほう、これのための特別な予算が少しおりまして、うん、このファンデーションから。うん。これが降りたのが10日ぐらい前なんですよ。なるほど、はい、だからこんなバタバタしてるんです。そういうことですね。なるほど、はい、なるほど。なんで、まあ、ただね、せっかくの機会なんで、このチャンスをものにしたいなっていうことなんですが、かつやっぱり9月のグローバルハッカソンで日本チームを勝たせるための仕掛けとしてはすごいいいと思うので、うんうん、うん、面白いですね。その それの準備期間みたいなのがあるのが。そうなんです、準備期間ですね。で、うん、いやー、本当ここでこっからね、いい日本チームが、うん、まずたくさん参加してほしいですし、うんうん、いろいろ段階があるんですけど、はい、まず入賞がみんなしてほしいところであるんですが、うん、その前の段階のショートリスト、まあ、予選突破みたいな感じなんですよね、うん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 、ショートリスト、これでもすごいことなんで。なるほど、まあそうね、世界中から集まるんですね。そうです、うん、はい、ショートリストに入っていただく日本チームが増えるとめちゃくちゃ嬉しいですね。なるほど、はい、じゃあちょっとぜひ聞いてる方でチャレンジしたい方がいれば、はい、そのあれですね、ビレッジの方はまだ多分今後続報が出てくると思うので。そうです、そうです、はい、多分スーパーチームのツイッターとか見てると、はい、です、です。でまずこのスーパー東京のメインカンファレンスの方に登録いただ
ければ、うんうん、あの質問としてそのあ出た出た、はい、うん、スタートアップビレッジに興味ありますかって質問があるので、例えばそれイエスって答えていただくと、はい、あのメールします。なるほど、はい、いや僕最近ノーにしちゃった。いやなんかエンジニアじゃダメなのかなと一生思ってたから。なるほどなるほど。ね、そんなことないです。そういうことないんですよね、はい、で皆さんじゃあぜひちょっとこれリンク貼っときますんで、ぜひ、はい、興味ある方チェックいただければと思います。で最後にまあイベント続きの話ですが、先週は日本では IVS クリプト京都が開催されまして、うんうん、大木さんも僕も行ってましたけれども、はいはいはい、はい、どうでした大木さん。そうですね、まあ、僕は登壇させていただいて、うんうんうん、すごく充実した、まあ、サイドイベントに2つも、やってましたよね、主催して、はい、うん、まあ、共催して、はいはい、あの休む間もなく夜も遊びにも行けず。あ、そうなんですね。あ、大木さんに確かに遊び場で会わなかったです。あの疲れて寝ちゃったんですよ。なるほど。11時ぐらいにその2日に2泊3日で行ったんですけど、はい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 、でも確かにサイドイベント2つやってたし、うん、そうですね、登壇1回させていただいて、あとはもちろんビジネスミーティングも何回かあって、はいはいはい、あのそうですね、まあそう充実した、はい、3日間ですね僕の場合は、はいはいはい、でしたが、うん、まあまあいろいろと思うところもあるかなっていう。お、なるほど、はい、まず、はい、そうですね、いい話から言うと、うん、やっぱり海外の人と普通に会って話す機会っていうのは、はい、まあ、当然ながらたくさんあって、うん、普段テレグラムでしか会話しない人もそのインパーソン、まあ、対面で会うことで、はいはいはい、まあ、やっぱ全く違う印象を持つようになったりとかするっていうのは当然ながらあると思うので、それはいいっていうのと、うん、一つすごく印象的だったのが、うん、ある L1 ブロックチェーンのファウンダーなんですけど、はいはい、で意気投合したのが、やっぱパブリックチェーンってジャッジメンタル、その、うんうん、評価をする側になっちゃダメだよねみたいな話をして、はいはい、要はそのこの間の、ね、ちょっとミームコインがいいのか悪いのか論争で、はいはい、ね、あのちょっと話した と思うんですけど、うんうんうん、要はその世の中に貢献するミームコインだったらいいとか、なんか倫理的に正しいミームコインならいいとかっていうのをチェーン側の人が判断してる節もあったじゃないですか、はいはいはい、某チェーンでは。けどそれってやっぱ違うよねって話をして、うん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 、やっぱパブリックチェーンなんだから、うん、それを決めるのは別にそのでそもそもパブリックチェーンだから運営側があるっておかしいじゃないですか、そのまあまあ、うん、あの極論言うとそうですよね。そう、うんうんうん、でまあけど声が強い人がいると、けど声が強い人もなんかそういうなんていうのかな、朝敵というか、なんか英語だとパターナリスティックとか言うんですけど、上からこう説教するような感じで、うん、あれはいいけどこれはダメとかってジャッジするのは良くないよねっていう話をして盛り上がりましたっていう。なるほど。それが、うん、だよね、だからソラナとそこの文化似てるかもねって、おっていうところで、なるほど、盛り上がりました。はい、なるほどね。はい、でもそういうコミュニケーションもできたと。はい、そういったそのコミュニケーションは、うん、あのはい、あのなんだろう、当然ながら普段はできない人ともできると、うん、はい、うん、いうところはもちろんいいと思います。なるほど。はい、であとはそうです、こぼれ話なんかもあって、うん。これどこまで話してるか分かんないし、これ危ないですね、うん、あくまで噂なんですけど、はい、その DMM さんのハッキングがあってからもう1ヶ月以上経ったじゃないですか、うん、経ってる経ってる、だから前回も言いましたけど、ね、続報がないわけですよ、その原因についてはね、ないじゃないですか、うん、でなんかどうやらその理由としてはちゃんとはすみません僕も把握できてないんですけど、はい、なんか どうやら内部犯は特定できてるようだとかそういう話もあって、うん、あくまでこれ噂ですね、政治キャップじゃない、はいはい、とか、はい、やけどなんだこれ話していいのかな、これまずいどこまで話していいか分かんない、まあちょっとそもそもが分かんないからね。そもそも分かんないです、そうだ、あの情報ソースとして噂の噂みたい、訴訟の話になんかあるな、内部からの訴訟の話、うん、にもうなんか出てきたりしてるとかで、なるほど、なんかもう警察またやっちゃってるらしいですね。これはなんていうんですかね、ブロックチェーンとかそもそも仮想通貨業界のまた失敗というより、うん、もはや犯罪犯罪というか、そういうに悪い人間がいたからこういうことになったよねみたいな話じゃないですか、それって。なんかどっかに構造的な欠陥があったとかっていうよりかは、はい、まあ人為的なものがあったんじゃないかみたいな、そうですね、はい、憶測ですよね、はい、
でも警察マターだからなかなか原因も出せないと出せないとかっていう話はなんか聞きましたけどね。 あくまでこれあれですよね、奥さん、その当事者取材の情報じゃないので、あ、じゃないですね、じゃないので皆さんこれはあくまでそういう噂を聞いたという。そうですあのレベルだ、これ噂ですよ、これ全部噂なんで、噂です、ごめんなさい、全然事実と異なるかもしれないで、あの、はい、そういう意味の報道ではないんですけれども、そうです、まあなんかそういうことは聞こえてくるし、まあこれが真実どこまで合ってるか分かんない、本当に僕も分かんないんですけど、はい、まあやっぱりそういう事情があるのかもしれないんですけど、やっぱりこの発表されないのは異常だよな、もう2ヶ月ぐらいになっちゃうのでこのまま行くとね、うんうんうん、だから諸事情あんのかもしれないですけど、やっぱりその期間がまあそういった噂を生んでるとこもあるのかもしれないなって思ったりとかね。でこういうカンファレンスの場でそういう情報が飛び交うっていうのはまあこう世の常なので、世の常ですね、まあね、正式な情報を発表してほしいなっていうのはまあしつこいですけど、はい、毎週思ってますけどね。そうですね、うん、別に確かに IBS は関係ないのかもしれない、 IBS 関係ないですだけど、まあ業界の人が集まったらそういう話題になるよね、なるよねっていう話の、はい、ちょっとこれどこまで放送するか分かんないですけど、はい、で課題かなって思ったところが、うん、まあ僕的には2つあって、はいはい、まず1つは、うん、場所ですね、その移動、あ、移動時間が長かったなって思って、うんうん、これ IBS さんのせいとかっていう話じゃないと思うんですけど、場所から場所に移動するとき、サイドイベントとかも含めた場所ってことね、サイドイベントも含めた場所、これ移動時間なんか毎回タクシーで15分以上かかってた気がするんですよそうね、俺もそんな気がしますよはい、なんか聞くところによると京都はあれですよ、道が狭いだとか、だから おそらくあれですよね、第二次世界大戦で空襲受けてないじゃないですか、うんうん、そうだから受けたからなんか逆に区画整理が進んだみたいな話もなんか、はいはいはい、はい、なるほどね、あるって聞いて、けど京都はそれがないからとかなんかそういう話も聞いたんですけど、うん、いよいよはその昔のままの、はいはい、なんだっけ、応仁の乱以降変わってないとか、なるほどなるほど、学が、はい、うんうん、なんで結構ね、あの道がまあモダナイズされてないというか、うん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 、ところがあるのかもしれないですけど、まあそれにしても15分って長いなって思いながら、その毎回移動時間なんか長いなって思いながらやっていて、で、うん、なんか僕とかすごい荷物とかたくさんあったり、なんかギリギリのスケジュールで動いてたんでタクシー乗ったんですけど、うん、タクシーは普通はそうじゃなかったら乗らないと思うんですね、うん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 、でその時 もっとそのね、あの時間かかるっていう話も聞くので、まあね、はい、で要は京都だからみんなその普段東京にいる人たちは地理的な感覚がないと思うんですけど、うん、タクシーで15分って、うん、単純計算すると東京駅から渋谷駅までなんですよなるほどね、はいはいはい、で東京で仮にメインカンファレンスやるときに、うん、絶対サイドイベント渋谷でやんないですよねまあね、確かに確かに、か仮にやるとして、うん、東京でやると、うんうんうん、絶対まあ銀座とかじゃないですかまあそう ねまあまあまあ有楽町とか、うん、まあまあそうね、うんうん、せいぜい上野まあまあまあ神田とかね、神田とかね、だからだけどその東京に住んでる感覚だったら、あ、例えば渋谷と東京間の感覚ありえないなって思うけど、京都だとその感覚って多分ない人が多いと思うんですよ。うん、まあまあそうですね、うん、分かんないしね、分かんないじゃん、あ、うん、京都かっつって分かんないですけどここみたいなまあまあまあ住所もよく分かんないしね、もう覚えらんないからね、まあまあ、長くて京都駅、うん、周辺ってことで、うん、なのかなとか思って、そこがもっとコンパクトだったらなって思ったっていうまあなんか場所が取れなかったとかいろいろ噂も聞いたんでね、一概に皆さんが悪いって言ってるわけじゃないですけど、まあ率直な意見としては確かに結構大変だったっていう、もう行ったり来たりが、そうなんですよ、うん、っていうのが、そうなんですよ、うん、もっとキューってできないんですかね。そうね、やっぱり京都っていう場所から、そのそういうできる場所も少ないから、そもそも、なるほどね、うん、でも前回の方がなんかコンパクトにまとまってたような気はしなくはない、うん、個人的には、うんうん、なんか祇園の方に多かったりして、まあその後プライベートで飲みに行くなりも行きやすかったような印象があるので、はいはいはい、まあでもサイドイベント入ってましたけどね、お客さんいろんなところだから、うん、そういう意味では成功だと思うんですけど、まあ確かに参加者立場としては暑かったしね、暑かったっすね、うん、だともう一つはなんか、はい、別にこれそんな大した話じゃないかもしれないですけど、会う人、アポ取る人ってなんかみんなどういう風に考えてるのかなって思うんですけど、うんうん、なんか普段会ってる人となんで会いたがるんだろうって
まあまあ、わかるよ。言いたいことはわかる。まあ、いろんなパターンなんですけど、その、ビジネスミーティングは絶対しなくていいよねっていう。うん、例えば、すごい仲良くて友達だから、うん、じゃあ、プライベートで夜飲みに行くとかはまだわかるんですよ、俺。うん。けど、なんか、IBS 会いましょう、みたいな。はいはい、はい。あ、もちろん言っていただけるのは嬉しいんですけど、うん。なんか、普段も会えるよね。普段も会えるよねって言ったらだけど、なんなら、普段から話してるよね、みたいな人。だから、例えで言うと僕と大木さんがずっと行動してるみたいな感じってことですよね。そう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 。で、ちなみに僕と大木さんほとんど会ってないですよ。1分ぐらいしか会ってないですよ。すれ違う。1分ぐらいしか会ってないです。はい。そう。で、なんなら普段から。もったいないよね、それはだから。そう。なんならたまたま会って話すとか全然いいと思うんですよ。うん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 。だし、無視するのおかしいから。うん。そうね。それは、大いに話すべきだと思うんですし、僕もね、何人もそういう人と話しましたけど、はい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 、なんかアポってなんで取るんだろうなって思ってる。あ、これ、なんか素朴な疑問かもしれない。ああ。なんでアポ取るんだろうって。あ、その普段会ってる人とですよ。まあ、なかなか普段会ってない人だったら、これを機に、あ、しだらさんと京都にいるんすね、みたいな。そう。で、一回もミーティングしてないし、もしくはなんか時間お互い合わなかったから、ちょっとビジネスミーティングしましょうはいいですよね。いい、うん、しそういう場合って絶対議題もはっきりしてるじゃないですか。はっきりしてる、はっきりしてる。うんうん、いやだからキャッチアップしましょうってなんかたまに言われるんですけど、うん、あ、夜なんか遊びに行きましょうならいいんですよ。あ、まあそうね、うんうん、でしょ。そうね、分かる分かる。言いたいことは分かる。まあまあ夜もぶっちゃけあんまり会わない人と会った方がいいと思いますけどね。イベントの正しい、カンファレンスの正しい歩き方としては、うんうん、僕個人的にはうん、うん、でも言いたいことはすごいわかる。まあそれもそれはでも気持ちもわからんでもないからいいんだけどね。寂しいし、意外とああいう大会場行って知り合いいないと。まあそうっすよね。でもまあまあ理想的なイベントの歩き方としては、なんか逆に言うと初めましての人といっぱい話したり、いっぱい話してするのがいっぱいアポ取るべきですよね。そう。でまた来週じゃあミーティングしましょうよとかいう話で、あと、うん、ね、わかるんですよ。1年ぶりに再会してとか。はいはいはい。うん、なんかもう分かるし、うん、まあ、あとはよほど今お互いに興味があることがすごく近かったりとか、じゃあもっと話しましょうよって分かるんですけど、うん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 、っていう、はい、なんか別にこれは なんなんですかね。まあまあ大木さんの個人的意見でしたっていうか、そんなに、まあ、それは分かります。そんなに、はい、そんなに深刻な話じゃないと思う。でも僕もまあ行ってみてまあ楽しかったですけど、まあ率直に言うとちょっと規模感としては前回とその前の沖縄を見てる感じで言うと、クリプト部分および全体の会場としてはなんかちょっとスケールダウンしたのかなっていう印象はありましたね。うん。うん、中身のコンテンツとしてはなんか結構楽しいものがあったんですけど、まあ会場的にもなんかこう、まあどうしても狭くなってるから、例えばスピーカーが全部ブース内にあったりとかして、スピーカーのところが、あ、セッションやるところが、うん、まあちょっとクローズドな、もうちょっと壁があるところ、もちろん違うレイヤーのチケット、高い人用のところではそういうイベントもあったんですけど、なんとなくもうちょっと静かに話せるような会場も、なんか普通のチケットで入れるところであってもよかったのかな、みたいなのは単純に思いましたし。ね、うんうんうん、うん、まあそうですね。だからちょっとそこの部分がこの2年で比べてみると感じた、あ、もう十分楽しませてもらったし、いろんな商談もできて僕も良かったんですけど、はい、だからその印象です。であとね、良かった話で言うと、まあこれ自分たちの話なんですけど、なんかエクソダス聞いてますっていうのをめちゃくちゃ言っていただいたんですよ。マジですか。うん、会う人会う人に言っていただいて、それは嬉しいですね。それはありがたかったですね、うん。もうかなりクリプト界で聞いていただいてるんだなという、というところがあって。で、それきっかけで話しかけてくれる人とか、はいはいはい、はい。エクサスファンですって言って、実はこういう会社で今 Web3 やってるんですけど、みたいな感じで、はいはい。なんかお仕事の話、じゃあ来週ちょっとまたミーティングしましょうみたいな話をしてるところとかもいっぱいあって。いいですね。いや、もうそれは非常にありがたかった。大木さんよりは多分僕会場とかにいたんで、はい。うん。っていうのがなんかね。いいですね。僕の感覚。だからまあ、そういう意味で非常に有意義だったし、運営の皆さんお疲れ様でしたっていうところ、ね。うん、そうですね、本当に。お疲れ様でした。うん、で、一個だけ、なんかこれ IVS さんがどうのこうの言うつもりはないんですけど、ちょっとなんかこう悩ましい問題だなと思ったのが、スポンサーとレギュレーションみたいなところをどう捉えるかみたいなことをなんか考えさせられたなと思っていて、うん。うん、なんか、やっぱり SNS 見てると、例えば日本でライセンスのない取引所系のところが、なんかこう、やってていいのみたいな意見も結構見られたかなっていう印象があるんですよね。お。
で僕自身もなんか会場のブースとかでもそういう人と話したりとかしたんですけど、うんうんうん、そこら辺があれって思うところもあったりして、うんうんうん、でこれはなんかやっぱり日本ってここら辺どうすんのっていう、まあ金融庁的には例えばその一部の海外取引所に関しては警告を出しているし、さらに警告出してなかったらいいって話ではない、そもそもライセンスがいる国じゃないですか。うん、なんですけど、このまあイベントに関わらずいろんなスポンサーとか、あとインフルエンサーの PR とか、うん、要は日本発信のもので、依然そのライセンスを持ってない取引所のいわゆるユーザー登録につなげるような広報活動っていうのはやっぱり見られるわけですよね、うん、実際まあ登録しましょうキャンペーンでいくらみたいな、うんうんうん、ここら辺って繰り返しますけど、なんか今回のイベントがどうこうではなくて、なんか日本として明確にルールを作るのかどうかみたいなところは、なんか そうっすよね、もうちょっとやんないとアンフェアだなとも思いますし、うん、そういつまで経っても日本の取引所が上向かないですよね、うん、という気もするんですよね。結局逃げてしまうし、それがまたどんどん新しいもの出てくるしみたいな。だからそうですよね。でそれなんかおそらく、まあ、ちゃんとしたメディアはね気をつけるわけじゃないですか。そうですね。うちなんか絶対新しいやつなんかやんないですね。やんないじゃないですか。うん、やっぱりそれライセンス持ってないところがもうめっちゃ来ますよ。毎日のように広告掲載したいって来るんですけど、うん、だからインフルエンサーとか、うん、まあ、イベントとかではそういうのがまああると、まあまあまあある見られるなっていうのがあって、うんうん、そこら辺が特にその口座誘導までしてたりすると、はいはいはい、どうなのかなっていう、ここら辺はなんか勧誘ですよねそれは。うん、そうだから業界団体なのか、まあ、金融庁なのかが、あの他の国では結構ここら辺規制強めてるとこもあるんですよね。で規制をまあ強くしで個人としてそういうとこ使うのは使えてしまう現状があるので、うんうんうん、これ非常に悩ましい問題ですし、うん、ただなんかそこら辺をなんかちゃんとしてほしいなというのはポジション的、僕の今の立たされてるポジションとしては、そうですよね。なんか別にその僕もそういう意味では海外取引所を別に否定してるわけじゃないんですけど、そうそうそう、なんかそのルールが明確、なんかふわふわしてるから意味ないですよね。その意味ない、やりづらいし、なんかライセンスもなんかね、そう取って運営してるところがやっぱ日本はたくさんあるじゃないですか。うん、だからそうっすよね。なんかやったもん勝ちもなるしみたいな、うん、だからそこら辺はなんかちょっと、まあ今 Web3PT とかいろいろホワイトペーパーとかありますけど、うんうん、あんまり語られてないところで、まああんまりこういうこと言わないでほしいっていう人たちもいるのかもしれないですけど、まあそうですね、まあ日本で一応そこら辺の僕としてはなんかしっかり考えてやってる立場としては、うん、どうなのかなって思うところはちょっとありますね。うんうんうん、うん、ありましたね。うん、あっていうかそういう問題提起を考えさせられたなみたいなところはあるので、うん、ですね。なるほど、ね。まあ、ちょっと IBS と話離れるかもしれないですけど、そういう意味では。はいはい、はい。うん、そもそものその YouTuber とかもやっぱり多かったりするんで、うん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 、そういう普通にリンクとか貼りまくってるとか、アフィリエイトやってる。そうなんですよね。だから、うん、なんかね、意味ないですよね、本当。そう。いや、なんだろう、あのユーザーとして使うの、まあいいとは言わないですけど、別にまあ、違法ではないってことは、ね、現実的にみんな使ってるじゃないですか、そんなのは。登録業者は。まあ、多いんでしょうね。はい。うん。多いと思われますよね。多いと思われますね。うん。うん、だって、それこそバイナンスが日本に来た時にね、皆さん移行してくださいって声を大にして言ってたわけですから。まあ、そう、具体的な人数とか知らないですけど。うんうんうん。もう当時それをアナウンスしまくってたわけじゃないですか、いろんなとこに出て。そうなんですね。バイナンスジャパンの CEO も。うん。だそれだけやっぱりユーザーがいるってことですからね。確かにふわふわしてますね。ふわふわしてるんですよ、うん、なんかちょっと不公平な感じしますよね。そうね。である程度やっぱりそこのリスクがあることがちゃんと説明されてるのかみたいなもんでもあるしね、そもそもね。そうですね。その海外取引所を使うにあたって、うんうん、自己判断でやるならもちろん違法ではないのかもしれないけど、うんうん、まあ宣伝するってことはそういうことだろうとか思っちゃうと、はいはいはい、なんかいろいろ複雑だなとか思いましたけどね。その通りですね。まあまあそんな感じで、ごめんなさい、ちょっと話がずれちゃいましたが、うんうん、まあこれからもイベントが続きます。そしてそうですね、スーパー東京もありますんで、スーパー東京あと1ヶ月10日ですね。うん、信じられないです。今チケット見たら40日ってなってました。残り40日ですね、開催までみたいな。いやー、ちょっと生々しいですね。生々しいですよ。そうそうそう、だからブレイクポイントもあって、
9月のグローバルハッカソンもあるんで、おそらく僕ちゃんと通常運行に戻るのが10月以降ですね。そうね。それまではもう戦闘モードです。なるほど。平和は訪れず、ほぼエクソアスぐらいしか露出ないかもしれないですね、大木さんも。そうかもしれないですね。うん、そのスーパー東京のもちろん告知とか認知拡大はしたいので、はいはい、そういった目的でのイベントとかね、もし登壇っていう機会があればぜひとは思うんですけど、まあ、ということで、はい、皆さん、IBS とか他のイベントいかがでしたでしょうか。またちょっといろんなイベント僕ら参加すると思いますんで、はい。はい、そのあたりも、参加した後いろいろ話していこうと思います。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。このエクササスではこの配信のようなマーケット情報とニュースを深掘りする毎週水曜日の通常エピソードに加え、月曜日にはゲストトークやワンテーマトークをお届けするエクストラエピソードも配信しております。今週はですね、角川のビットコイン送金したのか、身代金ビットコイン送金したのかというですね、サイバー攻撃事件に関するテーマを大木さんと話しましたので、まだ聞いてない方は聞いていただければと思います。そしてこの番組さまざまなコンテンツ配信しておりますので、フォローしてない方いらっしゃいましたら、ぜひともApple、Spotify、Voicy など様々なスタンドで配信しておりますので、フォローいただければ嬉しいです。またこの番組は皆さんの感想やリクエストを募集しております。 X でハッシュタグエクソダス使用、エクソダスカタカナ、使用ひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、しだら大木さん宛に DM の方でご連絡いただければと思います。皆さんのコメントをお待ちしております。それではこの番組はソラナとイーサリアムのためのオールインワン暗号資産ウォレットバックパックの提供でお届けしました。またエクソダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。